どうもimimです。開始早々まず前回の動画に関してなんですけれども、音声に不適合がございましたことを大変申し訳ございません。現在調整版の方すでに投稿しておりますし、調整版の方から見ていただいた方には全く何のこっちゃって感じだと思うんですけど、調整版への動画の方のコメントも全て目を通させていただいております。さらにですね、2年ぶりな上プロビデンスの特報第2弾が出た後で第1弾動画を公開するという出遅れに出遅れた状況でしたけれども、真っ先にご視聴とコメントをお寄せいただいてありがとうございました。さて、気を取り直してうまいこと間に合わせることができなかったサイコパスプロビデンス特報第2弾に関しての考察動画の方、お見苦しくないようにやってまいりたいと思います。まずは考察動画を始めるにあたり前提情報を共有しておきましょう。アニメジャパンのサイコパスステージの後くらいに公式サイトの方が更新されまして、プロビデンスのあらすじや各キャラクターの情報などが追記されましたね。あかねちゃんはじめ新規の立ち絵がたくさん追加されましたね。これだけでも1時間ぐらい喋れそうなボリュームです。コメダもびっくりっすね。さて、作中時期は2118年の1月。ちなみにプロビデンスの直前の話である SS のケース3、あのチベットでの一件が2117年の11月なんで、鴻上さんが帰国して2ヶ月ほど経った頃のお話ですね。そんな2118年を迎えたばかり、とある会議中だった頃、茜ちゃんは事件の一報を受け、同じく厚生省エリート官僚、大臣官房統計本部長である淳さんと休校するってとこからスタートだそうです。普通に考えたらこんな大御所が現場に来るわけないんですけど、淳さん自身がこの会議にゲストとして読んだはずのミリシア・ストロンスカイ博士が遺体となって発見されたために同行するに至ると。で、この事件にはピースブレイカーの存在があったために行動家との合同捜査が展開されるに至り、行動家の課長となっているフレデリカ様と「あ、お久しぶりです、常森です」ってなってたところに鴻上信也がいたと。さらに外者であるストロンスカヤ博士が最後に通信していたのが、なんと我らが才加先生であらせられましたと。第一容疑者っすね。真っ先に疑われるやつっすわね。第一容疑者かなあ、違うなーってなって捜査が巡り巡ってきて、やっぱりお前怪しいやんけってなるやつやね。何の話したんや、被害者にいつもと違う様子はなかったかとか、ちなみに死亡推定時刻どこで何をしていましたかとかね。そんなおなじみの捜査文句もないでしょうけど、おそらく施設にいただろう才加先生に通信してたっていうだけでも非常事態の匂いがコーヒーの香りとともに漂ってきますね。で、これはピースブレイカーが博士の研究を狙ったことによって起こった事件で、その捜査のために出島に向かうことになり、語られなかった物語が明らかになるっていうことらしいです。さて、この数行の間にも取っかかりがありすぎるんですが、特報順に見ていきましょう。第2弾の特報でも1番バッターはあかねちゃん。アニメジャパンにおいて塩谷監督も触れてらっしゃいましたし、先ほども見えましたね。サイコパスステージがなんと朝一も朝一でしたけど、あれ入り時間何時なんでしょうね。で、彼女の役職が厚生省公安局統括監視官となっております。エリアマネージャー的な感じか。3期における美香ちゃんの刑事課課長のような立ち位置に近いものでしょうかね。文字通り刑事課を率いる身に出世しましたね。思い返してみると、確かにエリート監視官と呼んで差し支えない実績を彼女は上げてきました。あまたいただろう監視官たちを実力で完全にねじ伏せてきたわけですね。それ以上に色相が曇ったり、犯人追っかけてたはずが飲み込まれたり、悲しいかな夢半ばで命を落とした方も相当にいたわけですが、1期では牧島のバイオテロの阻止に貢献、2期においてはカムイの一件を解決し、火星っていうか細ロギっていうかシビラに集合的サイコパスを認めさせるに至り、2015年の劇場版においても、美香ちゃんから先走りすぎや空気読めって言われてましたけど、シビラシステムに対しご自慢のシステムの有用性ご了承だけじゃなくて形だけでも民意を組むことを了承させましたよね。シーアンの統治、シビラシステムによる支配に対し国民の支持をすっ飛ばすなという主張、反議長の中身にもその強硬な意思は理解しかねるが、こういった彼女だからこそシビラの総意の関心を買っていると評価されてました。実績も周りからの評価も申し分ない。さらにお上のシビラからの評価も上々。出世して当然ですよね。彼女を出世させんかったら誰を出世させんねんと。で、そんな彼女からの問い、シビラシステム下における法、それは不要であるか否か。さあ、皆さんがここにおわすお偉いさんの立場だったらなんて返しますでしょうか。先ほども触れた通り、法もシステムも適用される国民が納得した上で使われるべきだと考えている彼女。さらに公式サイトの彼女のページには法の存続を訴えるとの記述があります。おそらくこの出席した会議において司法制度をシビラに一本化してみてはどうかみたいな議題も上がったんじゃないですかね。そこに対してのアンサーとしてのセリフなのかもしれません。事実、あらゆる意思決定にシビラが噛んでいるサイコパス世界の日本において必ずしも法は万能とは言えない。発展途上のシビラさんにも現行法システムを適用できない盲点はまだまだあります。各シリーズのボスたちは皆シビラにとっての盲点足り得たからこそシステムにとって、また刑事課の面々にとって強敵でした。ただシビラはそんな盲点に直面するために向き合い、盲点を潰すっていうことで進化を続けてきましたよね。悪を憎みに正しい生き方を求め続けた人の思いの積み重ねである法、完全なシステムと言いながらもその実特殊な免罪体質者らの脳の集合体であるシビラ。シビラシステムも決して完全ではなく、同じく法もまた完全ではない。だからこそどちらもが必要だとも考えられます。そうして仲良く二人三脚を続けて進化をしていった先にこそ、真に人知の及ばない神の摂理、プロビデンスに到達できるんじゃないでしょうか。さて劇場では彼女がここにどんな言葉を続けるんでしょうかね。そして今作のエンディング曲であるエゴイストさんの当事者、5月10日リリースですって。その2日後にプロビデンスが労働省でもって、マーエさんのアルバム5月だしね。っていうか IG ストアの情報も出ましたから、またいろいろ買いたくなっちゃうんでしょうね。まああれやこれやなんやかんやで5月はカードの利用額で頭が締め付けられそうです。コングレスマンみたいな莫大な財産が欲しいですね。にしてもチェリーさん、やっぱ彼女の歌声は落ち着きますね。実家に帰ってきたというか、いや実家が帰ってきたというか、私にとってはギルティークラウンの頃から聞き慣れた歌声なんで、単純にめっちゃええなっていう感じです。で特報第1弾2で鴻上さんと交戦していたやけどの彼のお名前はカイ・ミハイロフさん。これまたロシアにルーツがありそうな名前ですね。さらに舞台が出島っていうこともあり、ケース2でギノさんたちが操作してた時の背景に感じが似てますね。っていうかなんとなく何回も見てて気づいたんですけど、ここのコンクリの光の反射の表現すごない。コンクリの模様のエッジといい、マジで実写みたいじゃないですか。これはいろいろすごそうっすね。音楽とかもね、きっと気合入ったかっこいいの流れんすよ、きっと。まあそういうのを体感するためにも劇場に行かないとダメなんですよね。なんかいけるんでしょうかね。はい、話を戻して、3期からあずさわのプランニングのもと、息子たちの仇を取らんと動いていたパスファインダー、この人らですね。彼らの母体というか、壊滅前の組織であるピースブレイカーの隊員さんのようですね、このカイさんは。で、彼が後ほど触れます、九段のストロンスカイ文書を入手せんと、ミリシア博士の乗る船を強襲すると。まあ、殺害したのも彼でしょうね。まあちなみになんですけど、ストロンスカイ博士も公式サイトに追加されてまして、なんと登場してすぐご遺体になっちゃうミリシア博士なんですが、彼女津田翔子さんが演じられるそうですね。まあパッと思いつくのはハガレンの泉っすね。エドたちの師匠っすね。で最近で言うとスパイファミリーのマーサとかですか。私的には泉の印象がすごく強くてですね、めっちゃ強い女性キャラの役者さんっていうイメージがあるんで、あれ死んじゃうんやっていう感じでもあります。でこのカイさんがミリシア博士を殺害した後に出島で捜査中だった鴻上さんと快適して彼に仕留められた後、この死に繋がるんでしょう。さらに傷だらけの上、手当てのためにはだけさせた胸元がなんともエッチですね。ちなみにこの時期の鴻上さんは3期から3年戻って33歳なんで、アラサーですね。いやアラサーの色気パないっすね。まあそんなことより、いやまあそんなことでもないんやけど、まあそれよりもなんとこのカイさん CV が加瀬康之さんだそうです。サイコパスにおいて CV が加瀬さんというと、皆さん的には別のキャラを思い浮かべているでしょう。 K のお兄さん、3期8話に一瞬出てきたアキラ・ワシリー・イグナトフさんですね。彼のことは仕事の都合で離れ離れに暮らす兄であると紹介されています。問題となるのはカイさんとアキラさんが同一人物かどうかですよね。仕事の都合で離れ離れの理由がまさかシビラにアドナステロ組織の構成員っていうのはまずいっすよね。いくら多少荒事に向き合ってもサイコパスをクリアに保てるっつっても、公安局の入局をよう承認したなって感じ。ただカイ・ミハイロフとアキラ・ワシリーグなど彼ら2人に共通点が多いのも事実。まず K と同じく金髪、さらにロシア系の名前、その上声優さんも同じ加瀬さん、まあそれは後ほど触れる彼もそうなんですけど、それにカイさんとアキラさんを同一人物だと仮定した場合、いろいろと合点がいく部分が出てきちゃうんですよね。まあこれらの材料だけでも公開前からそわそわしてる方多いでしょうね。そもそもアキラさんというのは日向川くんが掘り返した通り、公的には淳さんに殺害されたことになっており、その後淳さんが自殺したということになってます。真央さんもようそんな背景を織りながらお前ら一緒におるな言われてるレベルですね。ちなみにこの事件が発生したのもプロビデンスと時を同じくして2118年です。この一件の真相を追うため彼らは休学してまで調査を行い、後に公安局の刑事課に配属されるに至ってます。さてピースブレイカーの隊員として行動し、招聘した博士を殺害した可能性も高いとくれば、高確率で潜在犯人って食らいますよね。おまけに拳銃で武装しているともなれば、ほぼ間違いなくエリミネーターに変形するだけの犯罪係数を叩き出してくれるでしょう。行動課特別捜査官として出島のような違い法権を得ない限りはシビラの銃弾からは逃げられそうにありません。はい、容赦なく R15 プラスの判定を食らいますね。また刑事課の人間ではないにせよ、厚生省エリート官僚でシビラの輸出担当であり、かつそこの新たが免罪体質っていうことで、まあ、シビラの内情も当然把握してますね。その上茜ちゃんと行動を共にしているともなれば、一期ラストにおける鴻上さんの時みたく取引戦でもシビラも淳さんにドミネーターのトリガー引かせてくれるでしょうね。まあドミネーターじゃなくて持ってた拳銃奪って弾ぶち込んだっていう可能性もなくはないっすね。舞ちゃんみたく実はこう見えてめっちゃ腕立つんかもしれません。まあいずれの可能性にしてもこれこれで淳さんが明さんを殺害したというシナリオは筋が通りそうです。誰か別の人間の手にかかった彼の死を公的に淳さんに押し付けたという可能性は否定できそうです。だがここで一つ、淳さんが彼を殺害する、つまり鴻上さんと交戦しマウントを取られながらも逃げたっていうことになるんです。まあそこまで強いんやったらおいそれと殺されてはくれなさそうやし、仮に鴻上さんに痛みつけられて相当な手合いやったとしても、淳さんと顔見知りやからってだけでおとなしくやられてくれるようなら、まあそもそもピースブレイカーなど入ってないでしょうね。まあ彼キービジョン出てるから相当強いんやろうけど、相手が今作最強と歌われる鴻上さんっていうのが悪すぎます。まあ彼に相当手傷を負わせてるっぽいんで、甲斐さんの強さの証明にはなるでしょう。さてこのままでは実はピースブレイカーなんぞというテロ組織の一員となってしまっていたお兄さんが親友のお父さんに殺されるという、もうどないしたらええんやっていう事実が陳列してしまいますが、ここで状況を打開する可能性を一つ提示します。甲斐さんイコール明さんという図式が成立すると仮定し、そこに鴻上さんと正当しながらもまあ生き延びたで、なおかつとどめは淳さんが刺さなくてはならない。このとどめの部分に関しては報告の仕方とかでどうとでもなるんでしょうけどね。でこの前提を合っているものとして進めた場合、例えば彼がピースブレイカーが壊滅戦と潜入していたと仮定すればいかがでしょう。公安局でも外務省でもない、例えばロシアの情報組織なんかに所属していて破壊活動を続けるピースブレイカーを潰すために送り込まれたと考えれば、ストロンスカイ文書がピースブレイカーの利になってしまうために先に奪いに行った、まあ、ストロンスカイ博士はまあ連れて行くわけにもいかんし情報流出させるわけにもいかんからとかなんとかで彼女を手にかけ、まあ彼じゃなくて襲撃に同行した他の隊員がやったのか、まあ、そんなこんなで出島に向かうけど報道家と勝ち合って戦闘後、さらに逃れた先で淳さんらと遭遇で、なんやかんやあって淳さんに殺害されるに至る。他の人間に殺され後に身元が判明した際、明さんの経歴にピースブレイカーに参加しさらに事件中に死亡ってなるよりも、顔なじみで権力がある淳さんの手にかかった方がお互いの利になると考えればいかがでしょう。これやったら後に記録を見られるたびに不都合になり得る、親友の父に兄を殺されたのに一緒に行動しているという事実にも、これなら言って背景が納得し得るものになるのではないでしょうか。まあ、仮に甲斐さんが明さんで何の背景もなく最後までチョコたっぷりピースブレイカーの隊員やったなら、まあ、後々息子たちにつつかれるような記述として残すでしょうか。実はお兄さんテロリストやってんでって、こちらの方こそ徹底的にもみ消してもおかしくはないですよね。 K だってさすがにこれには耐えられないかもしれないですよ。淳さんが何の権力もない一般人ではなくてピースブレイカー隊員のうちの一人の死亡理由くらいチョロモカス程度の取引をシビラ、そして事件に関わった刑事課行動課双方のトップとできないほど力がないとは思えないですよね。新たたちがたどり着いても受け入れてもらえるような背景だったから、またメンタルトレースで自力で封印した記憶にたどり着くと信じてたからこそ、 K と共にたどり着くと信じていたからこそ、ああいった形で残したと考える方がまた自然ですし、淳さんが新たと K のことを信頼した行動だと私は考えます。ただまあここまでなかなかと喋っといてなんなんですけど、たまたま同じ声優さんが担当されているだけっていうパターンも普通に考えられるんですよね。この点がね、この作品のこの話するには非常に厄介なんですよね。まあちらっと出てきただけで今後に物語が用意されているはずの明さんに加瀬さんが起用された後、それとはまた別の物語を展開するキャラクターに同じ声優さんを起用っていうのもね、仮にこれが3期と全然つながりが薄いスピンオフ作品やったらともかくバリバリつながってますからね、ほぼほぼ甲斐さんイコール明さんで良さそうです。で声優さんが同じということで、まあ、私含めおそらく多くの方がこっちに関してはあんまり深い意味を見出そうとしてないでしょう。そのキャラがこちら、キービジュ第2弾のセンターを飾る白髪のおっちゃん、砺波嗣正さんですね。ピースブレイカーの隊長を務め、さらにこのおっちゃんの声帯からは大塚明夫さんのお声が聞こえてくるようです。まあ本筋に関係ないんで先に触れとくんですけど、人はシビラの下でささやかな幸福を求めるだけだ、この明夫さんの声の後に甲斐さんがガラス割るシーンありますよね。ファントムペイン、まあ、あんま言うとネタバレなんだけど、明夫さんというと数々のキャラクターを演じてこられたベテラン声優さんですよね。その中にメタルギアシリーズにおけるビッグボスがいます。まあ、このシリーズには「ファントム・ペイン」という作品がありまして、まあ、そことの関連性をとても強く感じました。これこそうまいことシーンの順番入れ替えて中の人ネタをやったパターンやなっていう感じです。でこの砺波さんですかね、誰が初見で読めるねんっていうぐらい難読漢字なんですよね。でググったところ、なんと全国におよそ680名ほどしかいらっしゃらない激レアも激レアの名字でした。こちら富山県に砺波市という市もございまして、富山石川を中心にルーツを持つ名字だそうです。人口がおよそ10分の1に減少していると言われるサイコパス世界の日本では単純計算68人、学年クラス2つ分しかない鴻上、宜野座、国塚、かがり、止水、加瀬、鳥居、穂村、カムイ、しのぎ、そろそろサイコパス難読名字勢で野球できそうですね。でさっきも言った通り、この方は先ほどの甲斐さんほど声優さんが同じっていうところで深い意味はおそらくないでしょう。すなわち牧島ひなかわくんパターンですね。オーディションをなさったのか喫煙所会議によって決まったのか、まあ詳細はいずれ語られるでしょうね。ただ、参考までに一応2118年の1月っていうと、まだ轟さんは東京の刑事課1係には配属されておりません。じゃあどこにおんねん。施設かっていうと、なんとなんと九州支局で刑事課2係やってたそうです。いやー奇遇ですね。アニメジャパンにおいて今回生存しているキャラには尺に詰め込んで出てくると関さんが触れてらっしゃいましたんで、ああ九州におるからね、出島に行った際にどっかで登場するかもしれませんね。まあそうですね、この方についてだとめたいことを言うと、散々色相潔癖一族をやっていた轟一族の中で濁ってしまった悲しきイレギュラーな轟さんをあそこまで毛嫌いしてくる一家からまさかテロ組織の親玉につながりがあったなんてことになったら、せっかくの轟さんと K のエピソードが霞んじゃいますからね。まあそういうことなんで、おとなしく明夫さんボイスの親玉を楽しむことといたしましょう。さて彼の破壊活動の真意と、シビラの下でささやかな幸福を求めるだけだ。私はこの後にシビラの下での管理されたささやかな幸福だけでは飽き足らず、破壊の後の管理もへったくれもない無秩序の中により大きな幸福を求めているような気配も感じました。生粋のアナーキストですね。軍閥を組織しようとしていたルタガンダの方がまだ話通じそうな雰囲気です。さて皆さんは彼の真意をどう読み取りますか。で特報を締めたのはこの2人。サイコパス知らん人に見せたらほぼ間違いなくこの2人付き合ってるんって言われちゃいそうですよね。鴻上さん側のセリフがあまりにもこれ主目すぎますよね。まあ私個人としましては、公式でこの2人がくっつこうが世界の反対側にいようがどうなろうが自分の生き方を曲げずに過ごしてくれればいい、そういう立場なんですが、いやこのセリフにはびっくりしましたね。こんなん予告で出されたら劇場音響で聞かんとすんごい損した気分になっちゃいますよね。ほんまずるっすよね。でこのセリフを聞くとファーストインスペクターのラスト迎えに来た彼のすまんに込められた思いも広がって見えますよね。ついていったのに正しくあろうとする彼女が現状裁けない罪を犯し収監されるに至る、正しいことを重んじるタフな刑事になったっていう評価しているからこそ、汚れ仕事を引き受けるのは自分だっていう自覚もあるんでしょうね。あのすまんに込められた思いが映像を伴って描かれるタイミングになりましたね。ただ我々はあの春の一番目を先に見ているんで、薄れるという言い方が適切かどうかは分かりませんが、彼女の涙であったり犯す罪とやらが全面的にシリアスに受け止められない部分もあるんですよね。こういう部分が時系列が前後する際に調整が難しいところでもあるんでしょうね。まあ特に私みたいにね VHS やったら特に擦り切れてるくらいにこすりにこすってる人間からすると、どんだけ痛みつけられて信念を打ち砕かれようが、でもファーストインスペクターで最終的に答え満足で刑事に復帰するしなーなんて思っちゃうんですよね。まあやりすぎも良くないっていう典型的な例ですね。はいすいません。さて罪を受け入れ逃げることなく真に贖罪のターンに入った鴻上さん、対して今回は彼女が罪を犯す番、そしてまた罪を許す人間も存在する義の座さん改めプロチカさんですね。今後私はプロチカさんで通していきたいと思いますんでよろしくお願いします。彼は復讐を果たし海外逃亡した鴻上さんを許せずにいるそうです。でしょうね。2015年の劇場版ラストにおいて結果的に茜ちゃんの頼み通りぶん殴ってケース1にて危うく落っこちるとこを助けてくれた弥生さんにも彼の幻を見てましたよ。不意に見る幻が親父さんじゃなくて彼っていうのもあって、傍から見てるとまあ許したんやろなって思ってたんですが、彼も言ってた通り0100で決めるんじゃなくて妥協としてわざわざ指動作作ってぶん殴っただけですからね。で今回はその妥協の後戻ってきた彼を許していく技能さんも見れるかもしれません。そして彼の海外逃亡に加担した西賀先生と教え子大集結、姿を消す前と後では別人、姿を消す前は刑事として罪になると理解しながら脱走してまで自分の正義を貫いた末に復讐を果たし、また姿を消した後は犯した罪を受け入れ、成し得る者がなすべきをなすため行動家として活動している刑事としての彼から、罪人として贖罪の最中ともいえる彼に、さらに完全に思考と行動をトレースできるほど理解が進んだ結果、執行官としての言い方から逸脱していく過程でアジテーターとしての素質が目覚め、一気のような一瞬だけの幻ではなくなり、はっきりくっきり自分の中に巻島が現れるに至ってます。時には限界に近い中奮い立たせてくれる存在として、時には戦いの前夜自分と同じように悪霊になるんじゃないかと問いかけてくるほどに。もう彼の亡霊も随分見ていないそうですが、決して中身が姿を消す前に戻っているわけではない。10年経って服装ともみあげの太さぐらいしか変わらないんですけれども、犀賀先生にかかれば彼の内面も一瞬で見破っちゃうんでしょうね。まるで手品だ。そんな超能力じみた観察眼を持っている犀賀先生ならば、プレデリカ様の復讐心も見抜いてしまえるんでしょうかね。そして美味しいものは最後にとっておくが吉。気になってしょうがないストロンスカイ文章のあるもの。淳さん曰くシビラが世界に与える影響を予測できるとのこと。予測するというところからも察することができますが、シミュレーション基礎理論だそうです。国外の行動経済学統計学の世界的権威である研究者を招聘しているっていうところからも開国の成果の一端が見えますね。だってシビラの内情も把握している淳さんが言うんだったら、この文章の内容は信頼に値するということでしょうね。シビラは単純なシステムでもなく、中身は思考能力を拡張された人間の脳みそです。すなわちに人間らしい主観的な思考ではないにせよ一応人間ではあります。脳みそを切り替えるとルービックキューブいじったり爪噛んだりって個性も出てますからね。そこにシステムらしい客観的な判断基準を持つ人間を寄せ集めているため、行動経済学や統計学を適用する余地があるということでしょうか。そしてこのセリフにおける世界の意味するところは、日本国内を指してというより全世界規模での世界を指しているんでしょうね。この文章を用いてさらに開国政策を展開、例えば先にこの地域にシビラを輸出していけばこの地域に対して輸出がよりスムーズになるよみたいな、そうして展開していった先、元支配地域を拡大、さらに海外の面現在大切なタチウオも取り込み、進化を続けた先のプロビデンスを現実的にするためにも、この文章を利用しない手はないでしょうね。ただ、淳さんの獣の群れを野生化させてしまった、この責任を取らねばならないというセリフ、文章が奪われるだけにとどまらず、逆に利用されうる展開になるんでしょうね。淳さんのお墨付き、シビラの影響を予測できるということは、逆にシビラ側がどう出てくるかということも予測できるのかもしれません。ただこれが現場の刑事や捜査官の動きの予測にも転用できるのか、というか基礎理論なんですよね。あくまで基礎理論として出来上がっているものなのか、ある程度アルゴリズムとして機能させられるところまでいっているのか、公式サイトの記述とこのセリフだけではまだまだ妄想の影響出ないですよね。もしかしたらとんでもなくすごいもんが出てくるかもしれません。ただまあ責任は取らねばならない、この言葉の意味するところが、文章を奪い獣を野に放ってしまったかもしれない甲斐さん、彼がアキラさんだった場合に自分の手で始末をつけるっていう風に繋がって、甲斐さんイコールアキラさん説に説得力を持たせてるんですよね。だがその獣の恐ろしさっていうのはそれだけじゃないんですよね。でこの文章の内容よりもこの文章および博士の名前の方が気になりますよね。ストロンスカヤです。 A の奥さんであるマイコマイヤ・ストロンスカヤさんがすでに登場してますね。絵を見てパッと見で判断するんならおバカ祖母に当たるかな。いずれにしろ血縁関係は悪いでしょうね。ちなみに可能性がありそうな愛ちゃんのお母さんはというと空爆で亡くされてます。その際に視力も失っているということなんで、愛ちゃんと K が共に従軍していた2112年から2114年の間に亡くなっている方であると。少なくとも2118年現在、淳さんが招聘した段階では存命中のお母様以外の血縁者であるようです。ああ、お兄さんかもしれん人がテロ組織の隊員だなんて話よりはよっぽど平和なんですけども、ただ出て早々亡くなっちゃうんですよね。さてさて、舞ちゃんの近親者ということはホスト側である淳さんはもちろんのこと、彼を通じて幼なじみである新とも交流があったとしてもおかしくはないじゃないです。はい、皆さん今後の論理展開が予想できたかと存じます。申し訳ないですが、私はシビラの影響を予測できるっていう文言をそのまま彼女がシビラの意思決定をひたすら一般化した末、正攻法でこの文章を作り上げたとはおとなしく信じないようなひねった思考回路の持ち主なんです。はい、話を戻します。すなわちシビラの影響を予測するために構成員と同じ素質のある新たなデータが何らかしらの形でこの文章に組み込まれている可能性もあるっちゃあるんです。まあコングレスマンの京一郎を頼って新たな免罪体質を隠してオフライン検査してましたよね。新たを守ろうとしていたっていうこともあるんで、仮に組み込まれていた場合は、新たにシビラの一部になることを嫌悪させた例のシーン以降に理論の完成のためにちょっとだけ協力したとか、あるいはすでにシステムの一部になっている、または候補者になっているもののデータを流したとか、要はストロンスカイ博士がシビラの内情を把握している人間である可能性があります。あるいは自力でたどり着いたとんでもウーマンかもしれません。どっちにしろ確証は持てなくてもおよその想像くらいはついてるでしょうね。でそんな人間の作成した今後のシビラの海外輸出に役立ちうる文書が流出したんです。もしかしたら文書をきっかけとしてこれまで一部の人間以外には徹底して秘匿の姿勢を貫いてきたシビラシステムの正体が明るみに出てしまうかもしれない。文書流出によるリスクが今後のシステム輸出の障害になるぐらいだったら、お偉いさんである淳さんがここまでシリアスにはならないと思うんですよね。そんな牧島以来の危機に直面している可能性すらあります。もし文書を通じてシビラの正体が世に出たもんならば、せっかく輸出を進めている海外では今後の採用は見込めないでしょうね。またすでに実用に至っている地域でも、ましてや国内で広まったら今までそんなヤバいシステムに監視されてたんだって、皆さんエリアストレスがぶっちぎってシステムが機能せん自体が容易に想像できますよね。過去最大規模のサイコハザードが発生するかもしれません。マップ上真っ赤っかです。さらに言えば第2第3のあずさわみたいに、自分こそがシビラに組み込まれるべきなんだなんて考えの奴らがこぞってノナタワーに殴り込みに来るかもしれません。あんなのが5万と寄ってたかってきたらたまったもんじゃないですよね。あのレベルで優秀なのが寄ってたかって、彼みたいなゲームじゃなくて本気でシステムを落としに来たら、それこそシビラはおしまいです。対戦ありがとうございました。シビラの正体を受け入れる準備ができていない社会、軽んじられようとしている方、新たなように社会とシビラの橋渡しとなる存在もまだ育っていない。これまでシステムによって制御されていた獣、シビラの支配領域の拡大によって法よりシビラが優先されるかもしれない。パワーバランスがシビラに著しく偏っている状況下においてシステムが破綻するかもしれない。獣が野に放たれるとはそういう時代を指すかもしれない。これではせっかくの K たちの結婚式も台無しですね。せっかく新たが K を誘導してプロポーズさせたのに、まあ救いとすればまだ弥生さんが一係に在籍しているということぐらいでしょうかね。さてさて、ファーストインスペクターでもう全部丸く収まったやんって安心させといて、実は我々はとんでもないものを素通りして物語を見ていたと、少々ビビらせてくる制作時の恐ろしさを垣間見たところで、はい、まとめ。いやー、喋り出して止まらんのなんのってくらい色々詰まってましたね、特報第2弾。ただまあ触れたいものはあるんですが、これくらいにしとかないとね。そしてアニメジャパンのステージでも発表がありましたが、来場者特典の第1弾として10周年記念の冊子がもらえるんですって。当然数量限定でしょうし、都心に近いほど倍率も上がっちゃうでしょうけど、10周年のお祭り映画ですしね、なるべく欲しいと思ってる方全員の手に渡ってほしいですよね。さらに第1弾って初っ端から宣言してくれているのもありがたいですね。第2弾以降の特典もこういった何かしらの冊子になるんでしょうかね。で6月17日にに10周年記念イベントの開催が決定しましたね。まあ自分は日付なんでね、一番スケジュールがわからん時期になっちゃいましたが、まあ、頑張ります。配信か円盤になってくれると安心なんですけどね。まあ皆さんはスケジュール調整の方はいかがでしょうか。順調ですか。さて、プロビデンスの公開やらグッズのお買い物やらフェスやらなんやらと目白押しの1年になることが予想されます。アニメジャパンでの関さん曰く、プロビデンスではこれまで登場した、生存しているキャラにはほぼ全員登場の機会があるそうです。すなわち今週のカナトに2で弟子となった天神にも一瞬だけかもしれない。もしかしたらセリフもないかもしれない。でも映るかもしれない。それに3期以降にドラマに関わってくるキャラたち、例えば静香たちにも出番があるのかもしれない。まあビフロスト勢に関しては高確率で出てくると思ってますけれども、あの人ら以外にも今作はいろいろなキャラに出番があるのかもしれません。こんな1年にね、体調を崩してしまうのももったいないので、皆さんご自愛しながら楽しんでいきましょう。さて、それでは今回はこれくらいにいたします。お相手はimimでした。失礼します。